皆さんこんにちは、ルリです。なんと今日は日本語で Vlog を撮ることに決定しました。決定しましたっていう自分で決めたんだけど、で今日一日中日本語で Vlog して、でこれからお母さんとお父さんとイスタンブールの寿司漫画っていうレストランがあるんだけど、そこでラーメンと寿司が食べられるらしいから今日はそこに行きます。これからお風呂入ったりとかスキンケアしたりとか、あと自分のメイクとかして支度をしていきたいと思います。ちょっとその前に少しだけ YouTube の仕事をしたくて、っていうのもちょっと書類とか送んなきゃいけなくて、ちょっと書類とかを送っていきたいと思います。お風呂から出てもスキンケアとかも終わらしたので、これからメイクをして髪を乾かして家を出たいと思います。今ちょっとメイクがし終わって、髪が若干乾いたかなぐらいで、超お腹空いた。なんか何でも食べられそう。まあそのこと言ったってしょうがないし、ギャラクティブって初めて来たかも。寿司漫画に到着しました。こちらがメニューとなります。ちなみにオーナーの竹村さんは私のお母さんの友達で、竹村さんは昔ノブで働いてました。ノブは世界的有名な日本食レストランで、私も前に Vlog 撮りましたね。でなんかこのデコレーションとかを竹村さんが頼んだらしいんですけど、日本語が変になっちゃって、でもまあいいやと思って飾ってるらしいです。ちなみに私そういうの大好きです。よし、じゃあ食べる時間です。やっぱ食べるの美味しいですよね。食べるの大好きです。まあ最近ちょっとダイエット中なんですけどね。こちらが醤油ラーメンとなります。その後うどんで、その後天ぷらです。美味しそう。美味しそう。美味しい、美味しい、美味しい。あと今度イカ天ぷらです。なんかアボカドだったりキュウリとかだったり天ぷらとかいろんなものが入ってるロールです。なんか適当だなこの説明。カジュアルな日本食レストランとなってるので、ラーメンなど美味しい日本料理が食べたい方はぜひ行ってみてください。ちなみにこれは竹村さんのスペシャルです。寿司漫画に行く前には竹村さんは普段いないので、予約を取らないと竹村さんは来ないです。で竹村さんに私の動画を見たよって言えばなんかおまけしてくれるかもしれません。100% とは言わないですけど、一応言ってみてください。美味しい、美味しい。それに、ちなみにこちらは竹村さんの寿司についての本となります。よかったらね、読んでください。うどんを食べてみましょう。ちなみにうどんってうちのお父さんの一番好きな日本食で、私もうどんは好きなんですけど天ぷらうどんの方が好きです。よし、じゃあ竹村さんのさばき術を見ていきましょう。やっぱ寿司をさばくって簡単なことではなくて、マスターするには本当に長い時間かかるし、そのどうやって切るかによって刺身の味が変わってくるので、寿司はすごい繊細なものですね。寿司について学ぶことはすごい多いし、寿司職人になるには大体10年かかると言われてるので、だから寿司の高い理由っていうのは寿司の材料だけではなく、その職人さんの食技にも払ってるって感じになります。ちなみに弟子の方たちはまだ寿司を勉強しているらしいので、仮に竹村さんの寿司が食べたい方は前から予約をして、竹村さんがいる日に予約をしてもらうと竹村さんの寿司が食べられます。ちなみに竹村さんが言うには、このシャリ、美味しいシャリを作るためには手で感じることがすごい必要らしく、仮に手袋をつけてくださいって言うならば竹村さんは寿司は握らないそうです。手で感じない限りシャリは美味しくならないらしいです。では師匠を見ていきましょう。ありがとうございます。もう笑顔ね、やるとね、歯がないからね。困るのよ。ちなみにこちらは寿司漫画店の2回目で、トルコ語の漫画が置いてあります。ちなみに無料で読めますね。私は漫画を買うのがすごい好きで、デジタル版よりも
本来の漫画の方が好きなんですけど、やっぱ海外に住んでるのでデジタル版しか買えません。ちなみに綺麗な方は竹村さんが握った方で、その他は弟子の方たちが握ったものになります。あの寿司ってバランスがあるのよ。お寿司ってネタに対して あのシャリのバランスっていうのがあるから、そのネタを大きく切ったらやっぱりお寿司、寿司飯も大きく握らんとかね、で小さく切ったらやっぱ小さく握らんとかです。そのバランスが大切。一番いい寿司っていうのは握り方で言ったら、お寿司って手で食べるものだから、あのフィンガーフードね、フィンガーフードって言われて、あの手で食べるんだけど、手でつまんでお醤油につけてる間にボロッとこぼれるのもダメだ。これは柔らかすぎる。でつけて口の中に入れて、口の中で初めてこうシャリがふわっと溶けるのが一番いい寿司握り方だと言われて。ちなみに私は竹村さんが握った寿司と弟子の方たちが握った寿司を比べてみてました。うまい、美味しいです。今度は柚子ソースの寿司を食べていきたいと思います。私すごい柚子が好きで、なんかおばあちゃんたちにも日本人やなって言われてたんですけど、なんか柚子が入ってるもの全て美味しいね。これね、本当美味しい。うん、ね、柚子がさっぱりしてて美味しいです。うん、そうね、日本はね柚子多いからね、この国柚子ないしね。そうだと思うけどね、柑橘類はアンタリアとか行くと結構作ってるらしいから、作ればできる。だから土壌が違うからどうかね、味がね、この香りが出るかどうか。なんか弟子の方が握ったやつとの違いとして、なんかゴロゴロしてるんですよね。うん、やっぱりね、こう握っちゃうのよ。うん、僕はもうここで握るけど、これもうほとんどなんだっていう、転がしてるだけ。でもなんかオーナーさんのすごい滑らかで、口の中でファッていくんですけど、あっちはなんかゴロ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 って感じで。あと握るときに、うん、シャリをぐっと潰すんですよ。うん、大体あの寿司板さんって全部潰す。うん、何でかっていうと中に空気が入ってる。なるほど、空気が満タン。もう寿司なんて誰でもできるんですよ。でも誰でもできないんですよね。今ね、ちょうど家に着きました。いっぱい食べてね、血糖値が上がってマジ眠い。カプチーノ、あれ見えるかな、見えないな。カプチーノを作りました。ちなみにこれはね、スタバのインスタントのやつで結構美味しくて、トルコに売ってて、日本に売ってるかどうかわからないんですけど、仮に売ってたら試してみてください。本当に美味しい。なんかこの前セールでいっぱい買ったんですけど、本当に美味しくてね。これとあとバニララッテを買いました。インスタントなのにめっちゃ泡立ちとかもいいし、泡立ちっていうかなんていうの、クリーミーだし、これ結構美味しいんだよね。結構好き。ちょっとこれを飲んでカフェインを体にぶち込んでいきたいと思います。うん、美味しい。このコーヒー飲みながらマコナリ社長を見ていきたいと思います。マコナリ社長の YouTube をね、お母さんがすごい好きでよく見てたんだけど、でそれで見てみたら、あ、結構ためになるし、編集のスタイルとかも好きだし、結構性格的にも私にすごい似てるなと思って、最近すごい見てます。結構あと彼もアニメ好きなんで、やっぱアニメ好きとはね、話し合いますよね。話し合いますよねって話したことないんだけどね。よし、じゃあ見ていきたいと思います。人生サプライズのナリです。とその1、毎朝早い時間に人と待ち合わせ。皆さん早起きが大変って思ってますよね。早起きしようと決めて、ずっと継続できる方なら全員東大行きます。自分との約束が守れないんであれば他人と約束するしかありません。今部屋を拭き終わってちょっと片付けたんですけど、ちょっと本とか読みながらメモ取っていこうかなと思ってて、っていうのも動画のネタに基本いつも本を読んで、本の面白い部分を自分でアレンジして動画にするとか、他の方の YouTube の動画を見た後になんかいくつかミックスするんですよ。例えば3から5人とか選んで、プラス本から得た知識を混ぜて、まあ、自分のものにするっていう形なんですけど、よく真似をするとかパクるとかっていう方っていると思うんですけど、
ネットにはオリジナルのものってそもそも存在しないんですね。オリジナルのものを作ることって不可能なんですよ。なぜなら自分が必ずインスピレーションを受けている方がいるし、そのインスピレーションを受けた方も誰かからインスピレーションを受けてるんですよ。あの有名なシェイクスピアさんでさえ自分がいろんな方から盗んでて、それがバレるのを怖くて、まあ、いろんな対策を取ってたんですけど、そもそもオリジナルのコンテンツっていうものは存在しないんですね。大切なのはアーティストのように盗むことであって、完全にコピーするっていうことは悪いことなんですけども、何人かマッシュアップして自分のスタイルを乗せて、自分が作った途端にそれはもう自分のものになるんですよ。アーティストのように盗む、日本語の名前わかんないんですけど、英語の名前は Still Like an Artist っていう本があって、日本語の通訳されてる本もあるので概要欄にリンク貼っときます。すごいいい本なのでぜひ読んでください。昔から私はあんまりそのオリジナルっていうものを信じてなかったので、そういうのには抵抗なかったんですけど、うちのお母さんとかそういうのすごい抵抗あるんで、そういう方はよかったらぜひ読んでみてください。おすすめです。基本オースティン・クレオン の全部の本がおすすめなので、私もいつか本書きたいんですけど、自分が本書いたとしたら一冊では終わらせないと思います。満足いくまで本を出し続けると思うので、最初から出した作品が完璧で自分が満足いくってちょっと不可能なんですね。で、仮に自分がその商品を出した時にそれが完璧ならば、その商品を出した時期は遅かったっていう、なんか誰かの名言があったんですけど、本当にそうなんですよね。例えば動画とかも、初投稿の動画とかってみんなクオリティひどいんですよ。でもそっからどん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 良くしていくものであって、最初から完璧を追求しても結局は何も作り出せないんですね。だから私の5年前の動画とかも、もうライトもひどいし、もう全てがひどいんですけど、とりあえず世に出しておく、多分これが一番大事なステップなのかなって思います。私の動画を見ても分かる通り全然完璧じゃないし、むしろいろんな直すところとかあるんですけど、あえて直さないんですよね。一回毎回毎回完璧を追求するよりも 1% ずつ良くしていけば、それは全体的に見てすごい成長だし、自分にストレスにもならないから、毎回動画とか編集してる時も、ああここもうちょっとやった方がいいかな、まあいいやと思ってついてます。よく完璧主義者と思われるんですけど、全然そうじゃなくて、逆に結構適当ですね。雑です。でも雑でいいんですよ。完璧主義者はね、ストレス溜まるから。まあ雑談でしたなんで急にこんな語りたくなったんだろう。なんか通知来た。はい、なんかいろいろやってたらいつの間にか8時になっちゃったんですけど、さっき提供いただいたところとメールのやり取りをしてたんですけど、一つなんか変えて欲しいところがあったらしく、ちょっと動画の編集をしていきたいと思います。基本提供動画っていうのは、まあ、提供の内容みたいなのもらった後に撮って編集して、で提供会社に送るんですけど、その最中にチェックされて、問題がなければそのままアップロードされて、問題があればもう一度編集して確認に送って、で投稿っていう形になるんで、普通の動画よりはもちろん時間はかかります。だからちょっとそれをやっていきたいと思います。